せっかく御前崎に来たので灯台のところまで登りました。よいしょよいしょ、観光地は上り下りがありますね。目の前一面が海です。絶景。水平線とはこのことですね。まだ登る。結構登りました。湖上駅より楽ですが、やっと頂上。この右手が灯台ですが、映像には映っていません。展望台がありました。景色をご覧ください。風が強くて音量注意です。ここからは iPhone の画像です。さて、降りて帰ります。どこかでお昼食べたいな。また、来よう。結局、お昼ご飯は浜松市に来てから、浜名区にあるショッピングセンタープレハ浜北アピタで食べました。浜松にはショッピングセンターがいくつもあります。巨大なイオンが2つ、中くらいのイオンが1つ。で、このアピタ。他にサンストリート浜北。ショッピングセンターだらけです。広い土地があるってことですね。
東隣の磐田市にはららぽーとが。浜松は郊外型の街です。駅前は寂しい限りです。ここも結構大きいです。ではここらで終わります。60ライダージャイアントでした。よかったら登録もお願いします。